分は0番。お披露目公演が近づき、スタジオの空気が張り詰めてきた。1時間半の公演、覚える楽曲は14曲。同じラインになれない。ダンスの演出をするのはモーニング娘。などの振り付けも担当している夏真由美先生。今ちょっと触ってくるときにジャラジャラジャーンツースリープここにね、はい、いたの。ジャラジャーン歩いていいんですか。うん、にゃジャラジャーン、ダダダダジャジャダダダジャジャジャダダダジャ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 全部見ないとダメで、はい、こういうのなしな。この恋のキャパシティ。公演まであとわずか。次から次へと指導される新しい振り付けをその場で覚えなければならない。ダンスの得意なリナだがついていくだけで必死だ。みんな全然覚えてないだろ。人の見るとできないんだよ。みんなバラバラの振り付けててバラバラのタイミングだから、自信ってちゃんと自分でも覚えないと。足見なきゃいけないし、手見なきゃいけないし、肩の向き見なきゃいけないし、目線の向き、体重、重心の変え方見なきゃダメだし、全部自分で見て一緒にこうやって動いて覚えていかないとダメだよ、はい、その時に前回基礎レッスンの他に90時間あったの、振り付けする時間。今回45時間しかないんだよ。半分しかないんだよ。それはもうみんなの集中力でやっていかないと振りが上がらなくて、15日初日開けられないよ。はい、はい、もう一回音でいきます。はい、お願いします。どこが分かんないのかって曖昧なところをちゃんと確認して、ここが分かんないっていうところを聞いていかないと。はい、はい、お願いします。お願いします。厳しいレッスンを目の当たりにした音、リナはなぜこんなに頑張れるのだろう。音の素朴な疑問だった。音はリナを公園に誘った。リナが頑張れる理由を聞くためだ。すごい楽しいから続けられるんだよね、うんうん、で何が一番楽しかったり嬉しかったりするの？やっぱり、うん、そのステージに立つまでは一つ一つがすごくきつくて、うん、でもステージに立ったらきっといいことがあるんだって思ってるから、うんうん、こうやって頑張るんだけど、お客さんとかがだってやってくれるじゃん、拍手とかがなんか掛け声をりなちゃんとか言ってくれたりとか、やっぱ終わった後ってすごい感動するし、うわ頑張ってきてよかったなって本当に思うし、だから頑張れるんじゃないかなって。多分頑張らなかったらそんな感動は絶対ないと思って。あ、うん、ないよ。ないよね、絶対。ないよ、すごく。ないよね。なんかその水泳やめてから中学受験とか、今大学受験の勉強してたりとか、うん、でもなんか全力でやってないからいい成績取れてもそこまで嬉しくないんだよね、うん、やっぱりなは夜遅くまでずっとレッスンがあって、で休憩もそんなにないし、覚えることもいっぱいあって、レコーディングもしてっていっぱいいっぱいやって、それってやっぱ一人じゃできなくて、みんなでこう協力して一個のステージをこう作り上げる。だから本当に本当にだよ、本当に達成感があるっていうか、うわーって頑張ったんだって。だからステージ終わったとかみんなうわーってなっちゃったりとか、頑張ってよかったねってとこだけあったりとか、うん、そこまでのなんか達成感とかは正直ないから、なんか、それは羨ましいと思う。
レッスンが終わった深夜、都内のコンビニにリナの姿があった。マンションで一人暮らしをするリナ、食事は近所のコンビニで済ますことが多い。大分で3人兄弟の長女として生まれたリナ、半年前オーディション合格を機に高校を中退し上京した。まだ一度も実家に帰っていない。お母さんの手料理が恋しくなることもある。すごい食べたいですよ、お母さんが作ったものとか。この前お母さんが宅急便でこれ作ってすぐ冷凍してくれて送ってくれたんですけど、まだ食べてないんですよ。だからすごい帰って食べるのが楽しみです。何送ってくれ？唐揚げ唐揚げが好きで、唐揚げをなんか一袋大きいのに送ってくれたみたいで、すごい楽しみなんです。リナは自分も不安や心細さと戦っていることを音に伝えたいと思った。公演当日の朝、リナはお客さんが入る前の劇場に音を呼んだ。リナはこれまで人に見せたことのない大切な手紙を持ってきていた。これが妹からの手紙と、これが弟からの手紙を取ってるんだけど、超可愛いの弟だ。可愛くない？でこれ見てすごい泣いちゃって。小学生の弟が家族と離れて一人で暮らすリナを励まそうと書いた手紙、読み返すたびに胸が締め付けられる。こっちに来て全然泣かないで頑張ってたんだけど、郵便と一緒に弟からこの手紙が来てて、開いた瞬間ワーンってなっちゃって、すごい寂しくて、家に帰ったら誰もいないし、でも自分のしたいことがあるからってすごいなんか我慢してて、弟とか妹とかから手紙もらって、でなんか会いたくなったりとかすることもあると思うんだけど、それでも帰ろう、帰りたいとは思っても帰ろうとは思わない。すごく最初寂しくて、なんかやめたくなったし、でもせっかくオーディションも合格して学校もやめてきたんだから、最後まで頑張んなきゃって思って、でも帰りたいっていうだけで荷物まとめて帰ろうとは思わなかった。最後まで頑張ろうっていうの、最後っていうのは、自分がなんか自分のなんか達成感っていうか、目指してるものっていうか、なんかできたなっていうとこまで、やってよかったなって思うとこまでちゃんとやんなきゃって思って、中途半端で帰れないって思って、今リナがやってることに自分はすごい自信を持ってるから間違ってないって、だからそれを見て音ちゃんがちょっとでも
頑張ろうってなんかやって挑戦 してみようかなとか思ってくれたらいいなってすごい思ってて、開演の時間が迫ってきた。リナの強い覚悟を聞いた音、自分が舞台に上がるように緊張していた。楽しんで来年で感謝の気持ちが伝わるように、はい、一生懸命です。そして舞台の幕が開けた。満員のファンもステージと一体になって盛り上がる。音はディナが全力を出し切れるよう祈った。ディナは連日深夜まで及んだ練習の成果を出し切った。疲れてると思うんです。でもずっと手振ってたりとかダンスとか頑張ってやってて気持ちが伝わるから、やっぱり頑張ったからこそできることがあるし、それによって他の人にもなんか頑張ろうって気持ちとか人に伝えられるから感動しました。音は楽屋にリナを訪ねた。見た、ね、おとちゃんだって思った。やってる時泣きそうだった。なんでなんで泣いてるのおとちゃん。りなちゃん泣いてないね。泣いちゃった。感動した。どうなることかなって思ったけど、できてよかった。音はディナが味わった達成感を自分のことのように受け止めていた。そして別れの時、頑張ってるとこすごい見てきて、今日本番も見てすごい感動したので、大学に行きたいっていうのがあるから勉強は正直あんまやりたくないけど、でも大学に行きたいから勉強頑張る、とりあえず。でもこっちに来て後悔しないように頑張るから、また絶対会おうね。バイバイ。バイバイ。
った。